と思って、でも走るの苦手だし、うん、屋外だと日焼けしちゃうし、うん、やめてしまえやること限られてくるやん。そうなんです、うん、と思って考えたら、うん、ウェイトリフティングがあるじゃんみたいな急にボットのためにウェイトリフティング部に入ったんですけど、はい、私だけが腕立て伏せ一回もできなくて、うん、なんか悔しくてやってたら楽しくなって、すごい。これをずっと続けようとは思わなかったの？そうですね、もう本当にボートレーサーになるためにこのウェイトリフティング部に入ったって顧問の先生にも言ってたので、あ、なるほど、はい、もうここでやめよう。